よし、じゃあちょっとサプリとかね、健康食品の話をしていこうかな。サプリはね、いっぱい質問されるんですよ。非常に問題が多いと僕は思ってます。まあもちろんそれで助かった人とか、すごいひどい状態から復活した人もいるので、まあだから結局サプリであろうとどんな薬であろうと、一部の人がね、すごいそれ使って良くなりましたみたいな、まあ、そうするとわーって広まっちゃうんですよ。そこだけかいつままれて広まっちゃうね。で、悪い部分とかそういうところはマスクされちゃうし、まあ実際にはね、副作用が出にくいっていう側面も確かにあるのかもしれないので、なんとなく安易に使われるっていう傾向があるんですよ。まあ、だけど、それはやっぱ問題。で、あとは取ってるんだけど効果がないのはなんでっていうのもよく聞かれて、まあ、前提としてずっと取るもんじゃないですよ。ただ効果が出ない原因としてはね、本当は必要が一時的に必要があるかもしれないのに効果が出ないっていう人もいて、まあ、その原因としてはやっぱり消化吸収ができない、それを阻害するようなものを取ってるとか、まあ、そういう原因があるとか、あとは栄養を取ってるのにうまく運搬できないっていうことね。あとはまあミトコンドリアっていう体のね、大事な機能があるんですけど、まあ、細胞というか、まあ、ミトコンドリアが動いてるおかげで僕ら生きてるんですけど、まあ、その機能自体が落ちてるととか、まあいろいろあると思うんですけど、まあ、それ以前にやっぱりまずはね、悪いものを取ってるっていうのが良くない。もう悪いもの取ってたら、いくらいいもの取ってても帳消しです。でよくあるのは、病院行くと、まあ、日本はねどんどん病気になる人が増えてると、まあ、さっき僕も言いましたけど、がんとか認知症とか、まあ、いろんな病気増えてる、あ怖いよねみたいな。で病院の治療とかやっててもよくならないし、そういうの信用しないで、まあ、そこまで言うかわからないですけど、このビタミン剤飲んどきましょうとか、食生活が悪いからそれが問題で、もっと食事改善しなきゃいけない、まあ、だけどこういう健康食品取るといいよみたいな、まあ、そうやってうまい文句に載せられて、内容もよくわからんサプリをねずっと飲んでないですかっていうこと、あれだね、ツボの話か、内海先生がよく言ってるけど、統一教会のツボ買ってるのと同じなんです。これは本当にサプリ自体は、さっきもなんか薬じゃなくてサプリですみたいな、同じだからね。でサプリっていうのは精製して何かを抽出してグッと濃度高めてると、まあ、すごいとんがってるんですよ。短期的にちょっと使用するっていうことは、一部の人にとっては非常に効果が出る可能性はありますよ。それは全然否定しないし、その通りだと思います。だけどその長期使用がいいかどうかなんて、まあ今の話聞いてて考えたら分かりますよね。あとは最初にもちょっと言ったけど、手術してね、特定の臓器を取っちゃってるとか、体内でうまく作れなくなっちゃってる、または吸収ができないような状況、そういう特別な事情がある人はやっぱり飲まなきゃいけないっていう人がいるんですよ。それを飲まないと病気、さっき言った頭の影響、脊髄の影響とか出てきて、本当に生活に支障をきたすっていうような人はたくさん見てきてるので、そういう人にはやっぱり必須なものだと思います。実際にそうしないと、別の病気になったらね、これが悪いからって言って飲まないわけにはいかないと思うので、まあ、その病気になった時点で諦めるしかないですよね、飲むことに対しては。あとはさっきの時の風邪のドーピングのやり方とかね、まあ、いつ何のために使うのかを考えて短期的にやるならいいんじゃないかなって僕は思います。もうその時だけですよ。やっぱり品質ね、物がいい悪いってのもあると思うんですけど、基本的には目的に合った使い方を考えなきゃいけない、漢方も同じです。いいですか、何も考えずに適当に使って、まあ、いろいろ勝手に使った挙句こじらせて病気になってる人みたいなのも結構多いですから、注意してください。サプリメント本当注意ですよ。